東京ポケットガイド渋谷駅編です。あちらが下を降りると京王線が通ってまして、こうぐるっと行きますとですね、東京メトロ銀座線に向かう通路から見えるのがこの岡本太郎作の明日の神話でございます。こちらはですね、メキシコから見つかって修復を終えて今ここのパブリックアートとして渋谷駅にあります。そしてこの銀座線渋谷駅の特徴はですね、こう見てもらったら、そうです、地下鉄なのに地上に出ています。これはですね、渋谷という名前が示す通りですね、谷がつくところはですね、低い土地になっているんですね。なので昔の技術ではですね、こう坂を電車が登れなかったということで、平らのまま路線を引いたところですね、この低い土地のところは地下鉄なのに電車が地上に出てきてしまうということになっているんですね。なのでぜひですね、東京に遊びに来たときはこちら確認してみてください。